航風は、大日本帝国海軍の駆逐艦、白梅型駆逐艦の9番艦、海風型駆逐艦3番艦である。この名を持つ、帝国海軍の艦船としては、裏風型駆逐艦の航風、航風型駆逐艦の航風に続いて3隻目。常に最前線で活躍していた駆逐艦だったが、1943年8月6日のベラワン野戦で沈没した。 1934年11月24日、日本海軍は、浦賀選挙で、建造予定の駆逐艦を、山風、藤永電造船所で、建造予定の駆逐艦を、甲風、大鳥型水雷艇3隻をと命名した。同日付で、6隻はそれぞれ官邸類別等級表に、登録された。本艦は、藤永殿造選所で1935年4月25日に、寄港。 1936年11月1日に浸水した。12月1日、日本海軍は初春型区逐艦4番艦、初下区逐艦長、山田雄二中佐を、航風偽装院員長に任命した。12月7日、藤永電造船所に、航風偽装院員事務所を、神戸川崎造船所に、熊野偽装院員事務所を設置する。1937年4月30日、 航風は竣工した。山田豪風偽装委員長も正式に航風駆逐艦長となる。佐世保陳府席。同年5月31日、白津夕方2席で第24駆逐隊が編成される。24区司令駆逐艦は航風に指定される。編成直後の第24駆逐隊は佐世保警備船隊に編入、同船隊はとなった。その後、6月30日で 姉妹艦、山風、8月31日で、両風も、順次、第24駆逐隊に編入。7月18日より、久米司令はに4駆司令駆逐艦を、本館から山風に変更した。7月28日、各館各隊は、佐世保警備船体から除かれた。甲風以下、第24駆逐隊の偉人は、日中戦争であった。 1937年8月より、第二次上海事変に伴う品事変に投入され、戦団護衛、懲戒、対地砲撃に従事した。また12月12日のパネー号事件では救援のため、急遽、甲風が発見された。1938年7月30日、甲風駆逐艦長は、以後第71潜水艦艦長、奈良原省後少佐に交代する。 12月15日、奈良原は、囲碁第57及び囲碁第58、潜水艦長兼務のため退官。後任の甲府駆逐艦長は、ミネ風型駆逐艦13番艦の風艦長、吉田正義少佐となった。また、同日府で、第24駆逐艦隊司令級走米次郎大佐は、早鯨型潜水母艦2番艦長鯨艦長へ、転任した。 公認の二四区司令は、中川博士大佐となる。1939年5月20日、甲府駆逐艦長は浅潮型駆逐艦1番艦、浅潮駆逐艦長、横井実の少佐に交代する。10月15日、横井は浅潮型1番艦浅潮艦長へ転任。このため、白津湯型姉妹関山府駆逐艦長、吉川清少佐は、 駆逐艦二隻の駆逐艦長兼務を命じられた。十一月十五日、ミネ風型駆逐艦七番艦博士駆逐艦長、豊島俊一少佐が山風駆逐艦長に任命されたことに伴い、吉川少佐は二隻艦長兼務を解かれ、甲府駆逐艦長に専念する。1940年十月十一日、第二十四逐艦隊のうち二隻は、 紀元2600年記念行事に伴う、観艦,艦式に参加、第2列に配置されていた。なお、これを記録した、日本ニュース第19号で、満艦色が施された同艦の勇士を見ることができる。同年11月、第2艦隊、第4水雷戦隊に編入される。十月十九日府で、中川二四区令は、古高型重巡洋艦一番館古高艦長へ、転任。 公認の二四区司令には、第27駆逐隊司令、松原博司大佐が任命された11月15日、吉川少佐は、海軍中佐に昇進。同日府で、朝潮型二番艦大塩駆逐艦長へ転任。吉川の公認の甲府駆逐艦長は、舞鶴陽光部副艦堅参謀の若林、和夫少佐となった。1941年7月25日府で、 第24駆逐隊司令は、松原大佐から平井康二大佐に交代。11月26日府で、第24駆逐隊は、第3艦隊司令長官、高橋坊中将の指揮下に入り、フィリピンの戦いに従事すべく、日本本土を出発した。1941年12月8日の開戦時、第4水雷戦隊は、第3艦隊司令長官、 高橋移防中将を指揮官とする人を部隊に所属し、南方部指揮官、近藤信武大二艦隊司令長官の指揮下で南方作戦に臨んだ。レガスピー上陸作戦、ラモン湾上陸作戦に従事。1942年に1月からライン部隊に属した。だが2月4日、セレベストをスターリング湾においてに四区領艦、両風が米潜水艦から来撃され、 巨来一本命中により、大破、日本本土へ開港された。第24駆逐隊は当面の間3隻で行動することになり、その後もタラカン攻略作戦、バリックパパン攻略作戦、マカッサル攻略作戦、スラバヤ沖海戦、パナイ島攻略作戦に参加した。2月22日よりに4区2隻は、第5戦隊の指揮下に入った。 2月27日から3月1日のスラバヤ沖海戦で第5戦隊司令官高木武雄少正直卒の妙高型重巡運用艦2隻、直井として行動していた駆逐艦4隻は高木司令官の加齢により戦闘突入後は第2水雷戦隊に臨時編入されて連合国軍艦隊と交戦する。第2次ヒ戦で人数は距離1万8000メートルで 酸素魚雷を発射したが、16かけると、臨時編入艦は、距離9000から8500メートルまで接近して、魚雷を発射した。だが、連合国艦隊の回避行動と魚雷の自爆により、戦果はなかった。第一次ヒル戦、第二次ヒル戦全体でも、駆逐艦2隻の撃沈にとどまっている。敵味方とも疲弊し混乱したため、両者の戦闘は一時中断。 日本艦隊は輸送船団の護衛に戻り、第7駆逐隊は補給のため分離、に4区は高木司令官の要請により、第5戦隊部隊に復帰した。3月1日午前2時、第5戦隊部隊は紹介中に、乱ン,ンジャワの生存者を発見、37名が、航風に収容されたさらに昼間の戦闘で、日本艦隊は、従順洋艦エクセター。 駆逐艦2隻を撃沈した。弾薬の消耗著しい第5戦隊は造園の別動隊及び空母流城の艦載機と協力し、3隻を撃沈した。3月1日の戦闘で、航風はエクセターに対し魚雷4本を発射、燃料も不足していた。戦闘後、山風はエクセターの生存者67名を救助し、第5戦隊が第2艦隊や、 第三艦隊に指示を仰いだ結果、捕虜を全員山風に集めての開港を加齢された。同艦は、航風以下第5戦隊と分離して、マカッサルへ向かった。3月5日、航風は、第5戦隊の指揮下を離れて現隊に復帰し、従順2隻と分離した。4月10日、第24駆逐隊は、第1水雷戦隊の指揮下に入った。月のミッドウェ海戦では、 主力部隊の護衛に従事した。6月17日、第2戦隊、第9戦隊、護衛艦運転は横須賀に到着。6月21日、第2水雷戦隊等が横須賀に到着。一方で、横須賀在白の各艦等も、翌日からの西日本海港護衛任務のため横須賀を出発する。一方、山風はタンカー2隻を護衛して、 大港に向かった。6月22日、第2戦隊、第9戦隊も横須賀を出港する。6月23日、姉妹艦、山風は千葉県勝浦市沖で、米戦水艦のオチラスの来撃で沈没。第24駆逐隊は3隻となった。7月14日、第24駆逐隊は、第2水雷戦隊に編入される。2水戦各艦島は、 対戦紹介や戦団護衛任務に従事する。7月30日府で第24駆逐隊司令は村上信行助大佐に交代となった。8月7日、連合軍はウォッチター作戦を発動してガダルカナル島とフロリダ諸島に上陸を開始、ガダルカナル島の戦いが始まった。8月11日、第24駆逐隊はその他の艦艇とともに 横須賀を出港。本館は第9駆逐隊と行動を共にし、全身部隊本隊との合同を目指した。また、両艦2隻は、千歳が多水上規模艦千歳を護衛した。8月16日、陸軍一騎士隊戦艦隊を乗せた駆逐艦6隻がトラックを出撃して、ガダルカナル島へ向かった。また、同日、 一騎士隊の残りを運ぶ船団もトラックより出撃した。第24駆逐隊は8月17日にトラックに到着。即日出撃し、翌日船団と合流した。また、第24駆逐隊は8月17日に、外南洋部隊に編入されている。8月20日、甲風はガダルカナル島方面で行動中の駆逐艦、カゲロウとの交代を命じられた。 しかし、ガダルカナル島の飛行場への敵機進出の方により、翌日には、航風は、オントンジャワ干渉の南西40海里付近での待機となった。同日、ガダルカナル島への増援補給のためと思われる輸送船団発見により、航風と出方にあった駆逐艦、ユーナギに、その攻撃が命じられた。だが、ユーナギは、波浪台のため拘束が出せず、 間に合わないことから、航風単独での突入となった。航風は8月22日1時に、ルンガ白地につき、2時に駆逐艦2隻を発見して、魚雷6本、砲弾6発を発射した。この攻撃で、ブルーに魚雷1本が命中。ブルーは処分されている。攻撃後、北上中にアメリカ軍機2機に襲撃されて、重傷者1名を出したが、 行動に関し指令を骨符と発信した若林艦長に対し、宇垣きまとい連合艦対参謀長は、中佐艦長にして、何たる覚悟ぞと称賛している。その後、後風は、夕凪と合流して、燃料補給を行うべくショートランド諸島へ向かった。第二次ソロモン海戦8月24日シニア、第三十駆逐隊司令、安武四郎大佐が指揮する駆逐艦五席は、 アダルカナル島のアメリカ軍ヘンダーソン飛行場基地を10分間砲撃。任務後、北上して輸送船団及び人数以下護衛艦,艦艇と合流した。25日午前6時、護衛部隊と合流して人形変更中、急降下爆撃機 SBD ドーオントレスと B-17 型爆撃機の空襲を受けた。2隻が沈没し、人数が被弾炎上して、 戦闘不能となった。二隻がトラックへ退避、生存者を救助した三隻がラバウルへ退避した。田中少将は機関をカゲロウに変更した。26日夕刻二隻は先行して、ショートランド白地へ向かい、イソフ艦長指揮下の輸送船団も夜になって、ショートランド白地に到着した。この第二次ソロモン海戦は、空母流城を喪失した上に、 日本軍輸送船団のガトウ突入も中止されたことによりアメリカ軍の勝利で終わった。1942年8月下旬から9月にかけて第24駆逐隊は外南洋部隊に所属し駆逐艦によるマダルカナル島への高速輸送作戦ネズミ輸送に従事した。8月27日ガトウ揚陸予定の部隊や徹夜で輸送船2隻から駆逐艦3隻に移動し 第24駆逐隊司令、村上信幸助隊佐指揮のもと、同日5時30分にショートランド白地を出撃する。影朗型12番艦、磯風は、第17駆逐隊所属だが、臨時に、第24駆逐隊指揮下に入った。しかし、川口支隊との合流をめぐって混乱が生じ、上級部隊の命令に従い、第24駆逐隊は、ショートランド白地に引き返した。 8月28日、増援部隊指揮官、田中雷蔵第二水雷戦隊司令官は、帰還を従順、絹川朝に変更。午前6時、第24駆逐隊は、ショートランド白地を出撃して、ガトウへ向かい、また北方からも、第20駆逐隊が南下して、ガトウ揚陸を目指す。だが、第20駆逐隊は、アメリカ軍機の空襲で大損害を受け、救援のために駆逐艦、 カゲロウが派遣された。航空支援がない限り揚陸成功の見込みなしと判断した村上に四区司令は本日の揚陸を断念し引き返しす28日1925を打電し独断で反転する。田中司令官も駆逐艦輸送作戦に消極的となったが、外内洋部隊司令部は加工作戦は駆逐艦をもって 陸兵を輸送し任務を強行する外今更方法、なきをもって引き続き規定方針を結構せしめられる方針なりを通知した。8月29日、磯風で発電機故障が発生したため輸送作戦に参加できなくなり、駆逐艦古籍はガトー揚陸作戦を実施することになった。陸兵の揚陸には成功したが、第24駆逐隊司令は、 撃滅を命じられていたルンガ白地方面のアメリカ軍艦艇を攻撃することなく、基都につき上級司令部を激怒させた。8月31日午前6時、第三水雷戦隊司令官、橋本慎太郎少将指揮下の三水戦各艦がショートランド白地に到着。これをもって、田中に水戦司令官は増援部隊指揮官を更迭され、駆逐艦、夕霧に乗艦して、 トラック白地へ戻った。以降、橋本三水戦司令官は、平準川内を機関として、ガダルカナル島への輸送作戦を指揮する。この間、第24駆逐隊司令指揮下の発石は、ガトウへの輸送作戦を実施し、21時30分に、川口清県陸軍少将を含む、陸兵約1200名の揚陸に成功。9月1日にショートランド白地へ戻った。 9月4日、陸軍は青葉支隊をガトウへ輸送するため、増援部隊各隊は、ショートランド白地を出撃。輸送隊と川内隊は21時から23時にかけて、ガトウ揚陸を実施する。川内隊は、陸軍部隊の大発動艇輸送作成を援護する役目も与えられており、4日深夜から5日午前に1時頃まで援護を実施した。また、ダ立隊は、 ルンガ博地に突入して、アメリカ軍輸送駆逐艦2隻を撃沈する。宇垣きま連合艦隊参謀長は、先の24駆逐隊司令に非春状のさあり。やはり攻撃精神旺盛なるものはよく勝ちを、おさむむと戦争録に記載し、夕立隊指揮官、吉川清中佐を絶賛している。9月5日付で、駆逐艦4隻及び、山陽丸は、外南洋部隊に編入された。 9月7日、駆逐艦5籍は、ガトー揚陸作戦を実施した。本作戦における各艦は、大発動艇を栄光していたが、波浪のためにうまくいかなかった。第24駆逐艦隊は揚陸成功後、ルンガ博地に突入したが敵艦艇を発見できず、大地砲撃を実施した後、9月8日14時に、帰島した。7日の揚陸により、川口、一木下隊の輸送は終了。 また、村上大佐は9月2日府で、第24駆逐隊司令を更迭され、新司令、中原義一郎中佐は9月10日に着任した。9月9日、第24駆逐隊は、フロリダ諸島に敵輸送船6隻発見の偵察報告を受けて、ガトーに突入、小海底1隻を撃破したが、輸送船団は存在しなかった。つらぎの陸上砲台から砲撃されたが、 被害なく無事に帰島した。9月11日、駆逐艦3隻は、陸軍は青葉主体の加藤輸送を実施、悪天候に悩まされつつ、揚陸を完了した。9月13日、ガダルカナル島、ヘンダーソン飛行場に対する日本陸軍総攻撃に、こうして、外南洋部隊は支援行動にあたる隊。支援隊等は、と共に適宜行動し、隊、 カゲロウ隊、第7駆逐隊、第19駆逐隊部隊、第24駆逐隊もガダルカナル島へ向かった。しかし、日本軍の飛行場占領は失敗し、駆逐隊は対地砲撃を実施した後きとに着いた。ガトーの戦局に不安を感じた日本陸軍第17軍は輸送船サドマルに乗船して、ソロモン諸島に到着した陸軍青橋隊のガトー投入を決定する。 奇襲部隊指揮官、橋本三水戦司令官は、造園輸送とガトウ突入を兼ねて部隊を編成。駆逐艦4隻は14日夜に、ルンガ白地に突入した。続いて奇襲隊も、ガトウへ向かうが、ヘンダーソン飛行場を未占領という事態を受けて、川内は、ショートランド白地へ帰島。駆逐艦部隊のみて揚陸を実施した。川口死体の攻撃失敗により、 外南洋部隊各隊、各艦はラバウルやショートランド白地へ帰投し、奇襲隊も増援部隊という区分に戻された。9月中旬、日本軍はガダルカナル島に対する増援輸送を強化することになった。9月18日、増援部隊指揮官はアメリカ軍に輸送船団ルンガ白地侵入の情報により、直訴隊による出撃を決意し、同時に アリが工作第四駆逐隊司令に駆逐艦4隻によるガトー輸送を命じた。一度かの計画変更の末、輸送隊は18日夜のガトー揚陸に成功した。この頃のソロモン諸島は月明期に入ったため、アメリカ軍機による夜間空襲を受ける可能性が高まっていた。9月24日、中原義一郎第二四駆指令指揮下の駆逐艦4隻は陸兵と 道路構築用の土木用具を搭載してガトウへ向かうがアメリカ軍機の夜間空襲を受けて揚陸を断念するに至った。この戦闘で駆逐艦2隻が勝破、増援部隊はネズミ輸送の一時中止に至った。9月26日、第17駆逐隊と第24駆逐隊は外南洋部隊から除かれた。また同日府で第2水雷戦隊機関も 川内型形順2番艦、人数から、長良型形巡洋艦2番艦、伊須津に変更されている。前進部隊に復帰した第24駆逐隊は、順次、トラック白地に戻った。10月10日まで、トラック白地で待機、磁気作戦準備を行う。10月11日、二水戦司令官、田中雷蔵少将が指揮する、第二水雷戦隊は、ガダルカナル島。 ヘンダーソン飛行場に対し艦砲射撃を実施予定の第三戦隊を護衛してトラックを出撃。対するアメリカ軍は10月11日の12日のサボ、島沖海戦に勝利して、外南洋部隊支援隊を撃退したが、大将の損害を受けて消耗した、米艦隊もガトー海域から撤収した。10月13日から14日にかけての深夜に、 行われたヘンダーソン基地艦砲射撃で第15駆逐隊、第24駆逐隊は第3戦隊の名を得、第31駆逐隊は警戒隊、応援に派遣された第19駆逐隊はガトー、ルッセル諸島の紹介隊として行動、長波がアメリカ軍魚雷艇を撃退した。ヘンダーソン飛行場はかなりの損害を受けたが航空機42機と B-17 重爆6機、さらに日本軍が知らなかった心臓滑走路が健在だった。このため第4水雷戦隊が護衛してした高速輸送船団は10月15日、ガトー揚陸中に空襲を受け輸送船3隻を喪失、揚陸した物資も大部分を焼き払われてしまった。10月26日の南太平洋海戦における第2水雷戦隊は 前進部隊に所属し、第4戦隊、第3戦隊、第5戦隊、第2航空戦隊とともに、アメリカ軍機動部隊と交戦した。11月上旬、第2水雷戦隊は、ショートランド白地へ進出し、5日府で、田中少将は、橋本慎太郎少将より、増援部隊指揮官の職務を引き継ぐ。第2水雷戦隊は再び、 ガダルカナル島への強行輸送作戦に従事することになった。11月6日、深夜、構造園隊はショートランドを出撃。途中でアメリカ軍機の空襲を受け、駆逐艦2隻が若干の損傷を受けた。輸送隊は深夜にタサファロング沖に到着して、両食を下ろし、傷病兵と便乗車を乗せて帰した。11月13日以降、 増援部隊は輸送船11隻を護衛し、ガダルカナル島に向かった。だが、アメリカ軍機の波状攻撃を受け輸送船6隻が沈没、1隻が大破して、駆逐艦2隻を A 下で退避する。航風は沈没輸送船より生存者550名を救助した。田中司令官は残存輸送船4隻と駆逐艦9隻を指揮して、ガトウへの進撃を続行。 11月15日未明に輸送船4隻はガダルカナル島タサファンログ白地に座礁揚陸を強行するがアメリカ軍機と米艦艇の攻撃で全滅した増援部隊各艦は15日22時になりショートランド白地へ戻った第3次ソロモン海戦の勝利によりガダルカナル島への日本軍増援を阻止した連合軍はパプアニューギニアのブナ地区へ上陸作戦を観光 犯行に乗り出した。外南洋部隊は、第三次ソロモン海戦を終えて帰投したばかりの各艦、各隊に対し、ブナ方面増援輸送を加齢。南東方面は、従来のガダルカナル島に加え、東部ニューギニア方面でも、連合軍に対処を迫られる。外南洋部隊指揮官三河軍一大八艦隊司令長官は、帰還艦船にラバウル海港を加齢し、 第24駆逐隊もラバウルに開港された。11月18日、第8駆逐隊司令指揮下の駆逐艦部隊で、部内輸送作戦を実施中に B-17 の爆撃を受け、開封が大破、航風も損傷した。開封は浅潮に栄光されて、ラバウルに戻り、本艦は単艦でラバウルに戻った。 このためラバウルに停泊中だった第15駆逐隊2隻が海風救援のため出動している。11月25日、中原は司令駆逐艦を開封から航風に変更。11月28日府で航風駆逐艦長は柳瀬義雄少佐に交代した。11月30日、第24駆逐隊はルンガ沖野戦に参加する。第2水雷戦隊司令艦、 田中雷蔵少将の指揮下、駆逐艦8隻という戦力で輸送任務のためがダルかなル島へ突入。第二輸送隊も魚雷を発射して、米艦隊撃破に貢献、単純人で戦場を離脱した。日本側は駆逐艦1隻が沈没し、アメリカ側は従順のオザンプトンを喪失、従順3隻も大破という損害だった。一方で、 ドラム艦輸送作戦自体は失敗し、外南洋部隊は第二次ドラム艦輸送作戦を行うよう指導する。12月3日、田中に推薦司令官式化、第二次輸送作戦が実施されるが、巻き波が空襲により損傷した。10日ドラム艦戦5 0 0個のうち回収されたのは310個だった。12月7日午前11時、第1 5号駆逐隊司令。 佐藤虎次郎大佐の指揮下、駆逐艦11隻による第3次輸送作戦が実施されるが、午後4時以降の空襲で野分けが被弾し、航行不能となる。駆逐艦4隻がショートランドへ引き返した。健在だった駆逐艦部隊もガトー付近でアメリカ軍魚雷艇と航空機に迎撃されて引き返し、輸送作戦は失敗した。 カダルカナル島の戦況は悪化する一方であり、山本56連合艦隊司令長官は、今時の駆逐艦輸送に期待するところ極めて大なり、あらゆる手段を工事任務達成に努めよと訓示する。12月11日13時30分、田中司令官は、最新鋭の秋月型駆逐艦二番艦、正月を期間とし、警戒隊、輸送隊、 合計駆逐艦11隻という戦力を揃えて、ショートランド白地を出撃した。ガダルカナル島洋陸中、外側小区警戒隊だった第24駆逐隊は、アメリカ軍魚雷艇2隻、撃沈、1隻大破格座を報告した。だが、警戒隊は、魚雷艇の雷撃を受け、ひかみなりした、正月は沈没。輸送作戦も成功したとは言えず、この戦闘を最後に、 田中司令官は、地上勤務に回された。12月21日、駆逐艦2隻は輸送船、広島丸を護衛して、コロンバンガラ方面輸送を実施。ムンダ飛行場の設営強化に協力したが、同基地は常に激しい空襲にさらされ、効果的な基地にはならなかったという。12月30日、新任の第2水雷戦隊司令官として、小柳富次少将が着任し、 駆逐艦、長波に、勝機を掲げた。1943年1月2日、増援部隊指揮官、小柳富継第二水雷戦隊司令官時期卒の駆逐艦十隻は、ガダルカナル島輸送作戦を実施。進撃中に空襲を受け、両風が資金弾により損傷、天の護衛下で、ショートランド白地へ引き返した。航風は、警戒部隊として、 アメリカ軍魚雷艇と交戦し一隻撃沈を記録、輸送作戦も成功した。1月4日から7日にかけて、駆逐艦4隻は、ショートランド白地とラバウルを往復。ラバウルでドラム艦を積み込むと、ショートランド白地に戻った。また、駆逐艦、大塩もドラム艦を搭載して、ショートランドに到着する。1月10から11日、駆逐艦8隻による。 輸送作戦中、アメリカ軍魚雷艇の攻撃で、初風が大破した。アリが工作第四駆逐隊司令の指揮下、駆逐艦三隻は、ガダルカナル島から、ショートランド白地まで、初風を護衛し、同作戦指揮官の小柳少将から称賛された。本作戦をもって、小柳司令官は、増援部隊指揮官の職務を、第十戦隊司令官、木村進少将に引き継ぎ、 長波に上艦して、トラック白地に戻った。駆逐艦4隻は、艦の疲弊が激しく、最前線で行動するのは難しくなっていたのである。1月中旬、外南洋部隊各艦は、ソロモン諸島の防備強化に協力、輸送船護衛や、駆逐艦輸送に従事する。後風は、コロンバンガラ島へ輸送を実施した。この頃、第10戦隊機関の秋月型駆逐艦1番艦。 秋月が、米戦水艦のオチラスの来撃で大破、木村司令官も負傷する。そこで、小柳に推薦司令官は21日府で、第10戦隊司令官となり、ラバウルに進出した。また、ガダルカナル島撤収作戦の実施を見越し、第3水雷戦隊が再び外南洋部隊に、編入されて、増援部隊指揮官となり、駆逐艦も増強された。一月十三日、 小柳少将は、退退し、伊崎俊治少将が新たな第二、水雷戦隊司令官となる。また二水戦から、伊鈴が外れ、二水戦機関は胴体に復帰した、人数に変更された。1月28日、第16駆逐隊司令式の元駆逐艦6隻で、ガダルカナル島、北西 48km のラッセル諸島に進出、ガダルカナル島撤退作戦の準備を行う。 駆逐艦によるガトウ撤収作戦ができなくなった場合、ガトウの陸兵を大発動艇でルッセル諸島まで運び、そこから駆逐艦で撤収させる意図であった。2月上旬、航風はガダルカナル島撤収作戦、化合作戦に3回とも出動した。2月1日の第一次作戦では、エスペランス隊、カミンボ隊という区分で出撃。空襲により、帰還。 巻波が損傷し、ふずきに栄光され、対比、三水戦司令官は、白雪に移動した。列州用陸地点で、甲風が、アメリカ軍如来艇一隻を撃沈し、一隻を撃退した。だが、嫌いにより遊雲型駆逐艦二番艦、剣運が大破、自沈処理された。損傷艦の大艦として、駆逐艦二隻を編入した2月4日の第二次作戦では、 空襲により、駆逐艦、マイフーが損傷。駆逐艦、長月に護衛されて退避した。航風も空襲を受けたが回避に成功。資金弾により、本艦と黒潮は、若干の損害を受けた。17時25分、機関、白雪で、機関故障が、発生。三水戦司令官は、航風に異常して、撤収部隊を追求した。それ以外に、 損害はなく、第二次撤収作戦も成功した。2月7日の第三次化合作戦では、当初、航風は加わっておらずショートランド白地南方で対戦相当に従事していた。だが空襲を受け中破した撤収部隊、磯風援護のため、航風が発見された。長月に栄光される磯風を護衛して戦場から生還させている。その後、長月は、 磯風護衛を、航風に任せると、撤収部隊を追求して、ガトーに向かった。手合作戦完了後、整備が必要となっていた艦艇の日本本土での整備が計画され、対象の艦は畜地日本本土へ帰島した。航風もその対象であり、まず、ショートランドからトラックへの開港の際にラバウルまで陸軍輸送船4隻を護衛した。しかし、 その途中の2月9日21時、幸風は、ショートランド島西方30海里で、あずま運ぶ丸と衝突して、機関室浸水、自力航行不能となった。駆逐艦、夕霧に護衛されて、ショートランドへ飛退。同白地で、応急修理を受けた後、駆逐艦、黒潮に栄光されて、ラバウルに到着した。2月24日より、第24駆逐隊司令駆逐艦は、 開封に変更された。本館は3月2日ラバウルを発、6日、トラック機、21日より3隻を護衛して、横須賀へ向かった。4月中は、姉妹館、両風と共に、佐世保交渉で修理に従事した。修理完成後の5月27日より、旧カテ館、イラゴ、特設巡洋館、愛国丸を佐世保から、トラック白地まで護衛し、6月中旬、 二水戦二隻は、第二航空船体基地要員のルオット輸送20時、同等の補給状況を見た二水戦司令官、伊崎俊二少将は、輸送物件に加えて二隻の領職まで陸上げ、させている。六月二十七日、第二十四駆逐隊司令駆逐艦は、両風に変更となる。六月末、十順鳥海、 五衛駆逐艦とーラバウルへ進出中、幸風は時空受故障により、トラックに引き返した。7月6日、クラワン野戦に参戦した、両風が損傷する。7月8日、第24駆逐隊司令は、中原義一郎大佐から久保田里大佐に交代した。7月12日、幸風は、米潜水艦、スピアフィッシュと交戦し損傷した。7月13日、 慶順、人通が、コロンバンガラ島沖海戦で沈没、第二水雷戦隊司令官、伊崎俊二少将と共にに水戦司令部も全滅する。そこで第四水雷戦隊が解体され、胴体戦力がそのまま、第二水雷戦隊に転用された。修理を終えた、航風は7月30日トラックを、出発、8月1日ラバウルに到着した。8月2日より、は、 駆逐艦、将風を指揮して鶴部輸送に従事した。この任務では陸兵の他にも便乗者がいた。鶴部港の便では7月28日に座礁沈没した駆逐艦,艦三日月を調査するための調査員に4名を輸送。キロには三日月と共に座礁沈没した駆逐艦有明製造員者56名を輸送している。8月6日。 第三水雷戦隊機関の川内型軽巡一番艦、川内及び駆逐艦4隻はラバウルを出撃する。前日の輸送作戦で駆逐艦、アマギリがアメリカ軍魚雷艇と衝突して損傷したため、その大艦として航風が参加することになったのである。川内が部員輸送に向かい、輸送隊3隻、警戒隊シグレがコロンバンガラ島へ向かう。 対するアメリカ軍は、先のクラワン野戦とコロンバンガラ島沖野戦で、巡洋艦部隊に多大な損害を受けており、日本艦隊の迎撃に駆逐隊を投入することにした。フレデリック・ムース・ブラッガー中佐が率いるのは、アメリカ軍第31.2任務軍の駆逐艦6隻であった。8月6日21時30分、コロンバンガラ島とベララベラ島に挟まれた。 ベラワンを紹介するアメリカ軍駆逐隊は、レーダーで南南東へ進む日本艦隊を探知すると、魚雷24本を発射した。萩風嵐マイナス航風しぐれの単純陣を形成していた日本艦隊は、駆逐艦3隻が同時にひかみなり、回避できたのは、航風の後方1000メートルを航行していたしぐれだけだった。なお、日本軍は、巡洋艦2隻以上、 駆逐艦三隻、航空機、魚雷艇の包囲攻撃を受けたと錯覚している。航風は、スタレット、スタックからの砲撃雷撃を受け沈没、柳瀬艦長以下169名が戦死した。ほぼ強沈であった。沈没地点記録難易07度50分統計156度54分、難易7.833度統計156.900度。 マイナス7 8 3 3十5 6 9 0 0また第四駆逐隊も一方的に撃沈された。しぐれは、魚雷8本を発射して反撃したが戦果を上げるに、至らず、魚雷の次発装点を終えて戻ってきたものの、米艦隊と交戦することなく、戦場を離脱。川内と合流して、ラバウルへ戻った。輸送作戦は、完全に失敗し、 輸送隊3隻が分譲していた増援部隊940名のうち820名が戦死したとされる。10月15日、甲風は白津湯型駆逐艦、第24駆逐艦、帝国駆逐艦席、それぞれから除籍された。10月31日、浅潮型駆逐艦、満潮が第24駆逐艦に編入され、同隊は3隻編成となった。 艦長たちの軍艦誌309から310ページによる。山田雄二中佐、1936年12月1日から1937年4月30日。山田雄二中佐、1937年4月30日から1938年7月30日。奈良原省五省佐。 1938年7月30日から1938年12月15日、吉田正義少佐1938年12月15日から1939年5月20日、横井みのる賞1939年5月20日から1939年10月15日、吉川清少佐 1939年10月15日から1939年11月15日、吉川清志翔佐。1939年11月15日から1940年11月15日、若林和夫少佐。1940年11月15日から1942年11月28日、柳瀬義尾少佐。 1942年11月28日から1943年8月6日、戦死、ありがとうございます。